こんにちは、加藤です。今日はですね、ちょっといつもと違いまして、展覧会の告知をさせてください。実はですね、ゴールデンウィーク期間、4月の28日から5月6日の間、ウニアトリエの生徒さん3人による展覧会があります。新潟市内なんですけれども、これまでに書き溜めた作品ですね、三者三様なんですけれども、デジタルのイラスト、それから透明水彩による風景画、最近油絵、特に夜の光をテーマに描いていますというこの3方ですねが、グループ展を初開催ですね、初開催します。ちょっと内容を紹介しておきます。期間は先ほど申し上げたようにゴールデンウィーク真っ盛りというか、4月28日から5月6日の間、場所は、旧斎藤家別邸でご存知ですかね、文化財にも指定されていると思うんですけれども、新潟市の美術館から歩いて3分くらいの場所にあるんですが、税務署を越えて年金事務所を越えていきなり屋の隣あたりにあります。ここはお庭が綺麗な、あの庭園、建物庭園が、有名なところなんですけれども、そのすぐ脇にある、蔵、土蔵ギャラリーで展示が行われます。でちょっとね、 3人の紹介もついでにしておきます。まずね、一番上のね、山崎さんはこんなのを描いてるイラストレーターの方です。これは戦国武将辞典っていう、なんか図鑑というか辞典なんですけど、こんな感じのね、この付箋の貼ってあるところが山崎さんのイラストレーションなんですけれども、イケメンの武将をこう描いたりしている、こういったことをお仕事にしている、方です。そして、次の後藤さんは、この方もプロの、アニメーションの背景画家の方なんですが、最近はその仕事の傍ら、新潟市内あちこちへですね、スケッチに行って透明水彩で室内とか風景とか建物のスケッチを描かれています。これなんかは皆さんも行ったことあるんじゃないですかね、カーブドッチっていうワイナリーの絵だったり、ちなみにこれは去年の同じ時期にやった展覧会の図録なんですけれども、今年も同じ場所で同じ時期にということで、今回はグループ3人での展示なんですけれども、やることになりました。で最後の金安さんは、美大を卒業後、今アトリエでは油絵をまだ始めて半年経ってないかな、なんですけれども、今回5点ほど展示すると、意気込んでいます。はい、今日はちょっといつもと趣向を変えてですけれども、ウニアトリエの生徒さん3人による展示、ゴールデンウィーク期間中に、新潟市内にあります土蔵ギャラリー、斎藤家別邸の土蔵ギャラリーで行われますという告知でした。皆さんお時間ある方はぜひ見に行ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。